今も湯布院駅には多くのお客様が来ていただいております。ぜひ湯布院の模様に乗って、湯布院にお越しください。このお店もですね、宿もだいたい空いてきました。みんなでですね、皆さんのご賞を待っております。ぜひ湯布院へ来てください。湯布院にたくさんのご支援ありがとうございます。みんな頑張ってるけんね、来てください湯布院。湯布院のジェニシャです。湯布院の街も地元の方もお土産屋さんも皆さんのお越しをお待ちしております。ぜひ湯布院に来ちょくれ湯布院。はい、もしもし、湯布院のパン屋でございます。そうです、そうです。あ、そう、いいえ、もうこちらこそ、もうそうなんです。いや、でもですね、湯布院ね、これから頑張っていかないけんなと思ってるんですけれども、うん、そうです、大丈夫です、頑張ります、はい、な、お前らみんな頑張ろうな。はい。湯布院は元気です。うどん作って待ってますよ。うめえもあるで、湯布院。湯布院は震災後、1週間で旅館の8割が営業再開しました。心も明るく元気な街です。頑張れ湯布院。湯布院でカフェをしています。湯布院は今大変でしたけど、今復活してきています。皆さんも一度ぜひカフェの方にコーヒーを飲みお越しに来てください。湯布院頑張っちゃうね。湯布院の写真スタジオです。湯布院はこれからが一番いい季節、地元の方も旅行の方もいい写真をお撮りします。ぜひ来ておくれ湯布院、待ってます。湯布院の食材を使ったイタリアンをやってます。うめえもあるで湯布院。湯布院で花屋をやってます。大自然の湯布院の中で皆さんゆっくりまた遊びに来ておくれ。なんちゅうてん湯布院。皆様、この度は支援誠にありがとうございます。湯布院はもう店巻いて頑張ってます。ぜひ来ちょくれ湯布院。湯布院の地元の木を使ってお箸を作っております。体験もやってます。湯布院でマッチョルでーす。以前のような活気をまた湯布院に取り戻すぞ。負けんで湯布院。湯布院のクッキーショップです。ご心配ありがとうございます。元気にクッキー焼いてます。湯布院にぜひ遊びに来てください。待っちゃうよ。湯布院といえば、旅館、温泉、マッサージ、整体、皆さん待ってます。湯布院ファイト。熊本から湯布院に来て6年経ちます。湯布院も負けずに頑張ってます。熊本も湯布院もそして大分もみんなで頑張っていきましょう。頑張れ湯布院。雑貨兼カフェをしております。美味しいタルトをご用意して湯布院でマッチョ兼。湯布院でパンを焼いてます。惣菜系から、甘い系、食パンなども日々の生活に取り入れられるようなパンを焼いてます。ぜひとも湯布院に来ちょくれた。僕たちは湯布院で旅館をしてます。美味しい料理とあったかいおもてなしで皆さんをお待ちしてます。来ちょくれ湯布院。いらっしゃいませ。湯布院がとってもいいところですよ。皆さん頑張ってますのでよろしくお願いします。美味しいお酒がまた待ってますよ。どうぞ。湯布院で美術館とカフェをやっています。コーヒーとケーキを作ってまんじゅろけん。塚原高原で、結婚指輪やファッションジュエリーの制作販売をしています。塚原高原も全然安全にみんな営業しているのでぜひお越しください。お願いします。湯布院でドーナツを作っています。毎日揚げたてをご用意してお待ちしてますのでぜひ遊びに来てください。マッチョで。湯布院バーガーハウス元気に営業中です。皆さんぜひ食べに来て。湯布院ね、頑張っております。皆さん心と体のお疲れを癒しにいらしてください。頑張っちゃうで湯布院。ワインセラーも壊れて、お酒も酒も焼酎もすべて倒れてぐちゃぐちゃだったんですけど、今はこんな風に綺麗に元に戻りました。いつでも来てもらって大丈夫です。大丈夫やけんな、頑張れよ。湯布院でフランス料理やってます。湯布院産の野菜や大分県産の特産物を使って、美味しいものを作ります。湯布院に来てな。
館を営んでおります。まずはお客様にお礼を申し上げたいと思います。ご心配していただいたお客様、それから応援していただいたお客様、たくさんいらっしゃいます。本当に心からありがたく思っております。ありがとうございます。そして、うちの方は由布院皆さん元気いっぱいやっております。ゴールデンウィーク前には開催いたしますので、またぜひお越しくださいませ。温かい おもてなしを、心がけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。旅館のサポートをしております。由布院の旅館さんは、ゴールデンウィーク前に、もう 7,8 割ぐらいの、旅館さんが元気に営業再開しております。ぜひこの元気な由布院にお越しください。由布院ファイト。音は風に乗って由布院ラジオ局ですという声で、ラジオをやらせていただいておりますが、本当由布院はね、ちょっと少し元気がなかなか取り戻せない部分があったかもしれませんが、今はですね、全国の皆さんからのご支援もありまして、由布院をはじめ由布市元気になりつつありますので、我々もそのパワーをいただいてですね、ラジオを通じて全国各地に元気をお届けしたいなと思っておりますし、由布院をもっともっと見ていただきたいなと思っているので、見たいなと思っておりますので、ぜひともアクセスしていただければと思っております。由布院と我々に会いに来てくれ。